サラミとは、イタリアで発祥した、ドライソーセージの一種である。語源はイタリア語の、セールである。サラミソーセージと呼ばれる場合もある。切断したサラミ。断面には、霜降り状の構造も見て取れる。元来は、豚のひき肉に、食塩やラード、ラム酒などを混ぜ、蝶詰めしてから、温度摂取10度程度、湿度70%から75%の条件で、 60日から90日間かけて乾燥熟成を行ったものをサラミと呼んでいた。しかし、今では牛肉で作られたサラミや牛と豚の合いびき肉のサラミも製造されている。なお、肉の引き具合によって食感などに違いが出る。また、干す前にあらかじめいぶしたり茹でたりと下ごしらえも行われる場合がある。加えて味付けも今では食塩だけでなく 様々なハーブやスパイスを混ぜて作ったドライソーセージもサラミと呼ぶようになった。ただ、地域ごとに使われる調味料や香辛料には違いが見られ、イタリアのサラミはニンニク、ドイツでは食塩のみ、スペインではパプリカや赤唐辛子、そしてハンガリーではパプリカやニンニクを加えたりする。サラミ発祥の地であるイタリアにはミラノサラミ、 ソプレッサなど数多くの種類があり、食文化の一つとして古来より親しまれてきた。以下は代表的なものである。これ以外のサラミにも作られている地方や国の地名が付けられる場合がある。フランスのアルル、イタリアのジェノバ、ミラノ、それにハンガリーはサラミの製造を行っている地域として有名である。特にハンガリーにおいては、 ハンガリーサラミと呼ばれる他種のサラミが製造され、独特の風味を有することで知られる。ハンガリーにおけるサラミ製造のリーディングカンパニーであるピックセゲド社は EU 圏はもちろん世界的に見ても伝統ある大規模なサラミ製造会社の一つとして名が知られており、中でも白カビ付きサラミとして有名なピックウィンターサラミは EU の原産地名称保護制度で守られている。また北アメリカ地域では、ペパロニと呼ばれる種類のサラミが、ピーザの具の定番として用いられている。イタリアには、目に、サラミという言ざがある。原文では、アベーレルフェットディサラミサグリーオッキであり、これを日本語に直訳すると、目に、サラミの薄切りをつけるである。これは日本における、 東大か暮らしと同じ意味である。ただしこの言い回しを載せていない辞書も多く、それほど一般的なものかどうかは不明である。若年者はほぼ使わない。ありがとうございます。